ここ渡っちゃっていいのか、渡っとこうか。市民体育館になってる。この奥こっち側っぽいんだよな。ここ道の駅なんだ。はあ。ニップル、はい、レストラン街とかも入ってる。あ、いやいや、あるぞ、あ、行く、いや、あるぞこれ。やっぱいや、ありだね。で、ここがバスステーション兼ねてんだ。で、この道の駅でかいね。駐車場でかいな。市営駐車場兼ねてる感じか。いいね。あとで車でこっち来ようかな。はあ。直接もう福知山の方回ろうかなと思ったけど、ちょっとこの辺り車でも来てえな、これ、うん、っていうのができますからね。車とハイブリッドでやってる、これ強みですからね。なかなか一般的にね、こういう選択肢を持ってる YouTube チャンネルは少ないですからね、需要があるかは分かりませんけどね。ちょっとこっち入ろうか。お、いい街並みじゃないですか。シルクうどん、すごいな。釜揚げうどんなんや。え、めっちゃええ街並みや。え、めっちゃ綺麗やん。そっちの奥行ったら駅なんかな。そっちの奥行ったら駅と、ちょっとこっちの方入った方が楽しそうやな。いや、ね、だいたいね、鼻が効くんですよ。ここも食事どころとか元気でやってますもんね、うん、あのコロナ対策どうのこうのって書いたら全然やってますよ。そう、ああいうんだけね、ところでやっぱね、その美味しいものセンサーが働かないところは大体あったかなと思ってもね、ね、店が閉まっちゃってるってことが多いですけど、これ何やかん閉まってないですもんね。現役やってるもんね。いいな、これは相当相当これ飯、お、そこも、ああ、鮮魚店とかあるわ。で、こっちは、ああ、釣り屋さんとかもあるし、そこの鮮魚店もやってるの？やっぱ、のれん出てるね。うわぁ、お魚屋さんだよ、もう、本当に。あ、もう、はぁ、発泡スチロールにね、もうそのまんまね、入っとって、もう取ってきたやつでね。船からドンですよね。すげえな。剣が。あ、そうだ。全然やっぱ昔から栄えてるとこなんだ。機械にもあったぐらいってこと。うわ、めっちゃいいじゃん。え、めっちゃ見やすいやん。めっちゃいい街並み。で、ああ、そういうのが残ってんだね。いや、これはね、もう天の橋立の下りのところでね、チャンネル登録解除したね、皆さんがね、またきっと戻ってきてくれますよ。ラーメン、何これ、ラーメン焼くじゃん。あ、いや、もう絶対これ、冷麺あんの？味噌味の冷麺って何？気になるけど、さすがに冷え、さすがに冷え、冷え、いや待って、なんだあるな。
ここシャリだけなんかめっちゃめっちゃ綺麗なシャリね。うわー、バーか、どこにあるの？京海道。なんか昔はあれですね、こっから魚をね京都に運ぶ、舞鶴の方、鶴岡の方だったらね、鯖街道とかってありますけど、この距離やったら要は新鮮ね、焼き届けれるって言って、鯖街道はね、焼き鯖を届けてたっていうのが歴史らしいですもんね。要は生のままの鯖やと傷んじゃうんで、福井の方で焼いた焼きそばを、こっちの方に持ってくるよっていうので、サバ街道っていうのは焼きそばのサバやったらしいですもんね。なんで今でも福井の方行くとスーパーで鮮魚コーナーとかデリカで売ってるんですもんね。丸のバルッと焼きそばがそのまんま、なんでかと思ったらそこで焼いて持ってくっていう名残みたいですよね。未だにその食文化として残ってるっていうね。すげえなあ、あるね。普通の本屋さんに見せかけてなかなかやりますよ。なんだったっけこれ、リゼロ、ね、いや、リゼロになんだっけって言ったらもうオタクダメだね。オタクって殴ってダメだね。うわ、いや、ちょっと待って、勝手すぎるだろ。なんでフリー？いや確かにフリー岩見だから近いけど、ああ、あ、なるほどな。おしゃ分離か。でここは市役所前。もう近くみたいですかね。歩行者用紙とか。なるほどな。渡ってでよかったんだ。すごいな。宮津市。ここは昔からありますよね。宮津市は。あれ、もともと宮津町？あれ？わかんねえや。よいしょ。こっち渡っていた方がいいか。よいしょ。すごい立派な建物。ちなみにブログのネタにもしたことないですけど、岩見聖地巡礼の旅に、富士市と行くというような企画もありましたからね。完全にそっちの方のやつのお手伝いさんみたいな感じでね、アーキーさんみたいな感じで切りました。綺麗、めっちゃ綺麗や。待てよ、いいぞ。